ユージさん、11ヶ月目ありがとうございます。ついに11ヶ月目、来月でメンバーシップ始めて1年なのか。今シーズン、サンズ、ウォリアーズ、おまけ程度だったけど、ネッツの3チーム見てるんだけど、どこも弱くないか。この中でどこが一番先に救われると、もしくは諦めてペインという陽キャがいるバックスを今からでも見るべきか。サンズ、ウォリアーズ、ネッツの3チーム、一番先に救われるの。なるほどね。一番さ、俺はネッツが、もともと今シーズンはあまりいいチームだと思ってなかったから、ウォリアーズがなんだかんだ早い気もするな。っていうのもやっぱポジムスキースタメン推しの自分からすると、すでにその動きに出てることが、解決の兆しになるんじゃないかなとは自然に思うじゃん。そうやって。なんかウォリアーズかな。まあドレイモンド・グリーンいないけど、まあサンズはまずビールの怪我が治ってからっていうのを考えると。でね、治った上で、また1から3人が出てる時はこうしてみたいのをやらなきゃいけなくて、もうちょい時間かかりそうだけどね。なんか40試合ぐらい終わってからようやくサンズの風向きになるんじゃない。40試合まではかなり我慢の試合が続くような気がしてる、個人的にはね。ただまあなんかビールいなくても、てかもともとずっとビールいなかったからね、むしろビールいない時の方がやりやすいみたいなのはあるかもしれない。っていうのもやっぱビールが入るとちょっとと1対1バスケっぽさ増えない、サンズって。なんか俺の好きなサンズじゃなくなっちゃう、まあ、これは完全に好き嫌い、それがいい悪いではなく、なんかおもろくないなっていう。だそういう意味ではまあビールいないことでこうチームプレーを心がけなくちゃいけなくなるから、でそれはもうシーズン最初の方からずっとビールいない状況でやってるから、ある意味まあビールがいない方がむしろ通常運転みたいな。いやー控えはきついんじゃない。まあ強いて言えば、まあ、怪我明けだからちょっとベンチから最初の方は試合に出てみたいな言い方はできるかもしれないけど、俺もう完全にコンディション 100% に戻ったよって言われたらスタメンでしょう。ブッカー、ビール、アレン、KD、ヌルキッチがスタメンだ。あのね、グレイソン・アレンが良すぎて外せないんよな。本当はアレン外してなんかオコギーとか入れて、もうディフェンスに特化した人一人入れてこう引き締めたいっていうのが本来のこうボーゲルの考えな気もするけど、オコギーもちょっとねオフェンスで、どこだっけ、レイカーズ戦だっけ、すげえ空気になった日があって、それを境に全然出れなくなっちゃったよね。今怪我かなんかでまた離脱しててっていうのと、グレイソン・アレンがめちゃくちゃいいっていうので、でグレイソン・アレンはまあディフェンスもある程度できるから、まあオコギーほどではないけど、だまあアレンになっちゃうっていうのは仕方ないのかなとも思いつつ、でも本当はアレンを控えから使ってオコギーがベストだと思ってるんじゃないかなとは思う。少し前にバーで知り合った顔面超タイプのお姉様と飯行ってきたので遅れました。メッセージは、ハレルヤさんによって削除されました。この配信は非リア充しかコメントできないっていうルールだからナイスナイス来ました、いいぞってでかしたぞおー、モテないよ。これだからモテねえんだよ、俺ら。モテねえ理由が今のこの10秒間で全て出てる。だからモテねえんだよな。あとは何かあったっけ、今日。あとはウォリアーズがようやく勝てたんやっけ。でもやっぱさ、ポジェムスキースタメン、マジでありなんじゃない？どう？俺試合見れてないんだけどさ。俺今日もどうせポジェムスキースタメンなんじゃないの？俺はもう32分出てるやん。やっぱムーディーよりもポジェムスキー説、ちょっと正しかった説ある、俺の中の。ムーディーが一番使われてないじゃん、出てるメンバーの中で。やっぱ相当スティーブ・カーから評価されてないだろ、ムーディーって。ゲリー・ペイトン干された。でも最近なんかスペーシングすごい意識してるような気もするね、スティーブ・カーは。そのドレイモンドが、退場したやつあるじゃん、ヌルキッチ、ぶん殴って。あの時も4ピリの最後はドレイモンドを5番にしてスモールボールでスペーシングを広げたかったっていう話してるから、シューター入れてっていう話してたから。で特に終盤ってさ、もうこうみんなが動きまくってパス回しまくってみたいなのって、やっぱパス回せば回すほどリスクも伴うから、あんまり終盤でやるオフェンスじゃないんだよね。ってなるとやっぱステフィン・カリーが一人でボール持ってっていう時間を4ピリの終盤は特に意識しなくちゃいけなくて、でまあそうなるとやっぱゲイリー・ペイトンとかよりもシューターでスペーシング広げた方がいいよねっていう。今日怪我ステータスじゃなかった気がする。怪我、ゲイリー・ペイトン怪我治った。確かうちとの試合で怪我したよね。ああそうなんだ。
エイトンのやつね。禁断列か。あ、そうね、結構大きかったね。ネッツなんかチーム的に一番好き。へえ。やっぱあのチームはあのコーナーのクラクストンにボールを渡した後にクラクストンがドリブルハンドオフすると見せかけてドライブするっていうの好きすぎて、1試合に 2,3 回やるからな。あれジョー・ハリスいなくなって今でもやるからな。あれってジョー・ハリスいてこそのなんかオフェンスだと思ってたんだけど、ジョー・ハリスに打たれちゃいけないっていう相手の考えを逆手に取った動きだから、今やっぱクラクストンの左手のドライブをやっぱ生かしたいっていう気持ちがあるんかな。今でもすごいやる。で、あとは、OKC がナゲッツに4ピリで逆転勝ちしたんだっけ ?1点差?なんかジャマル・マレーがドート相手に1対1でクラッチショット決めたのは見たけど、その後 OKC も決め返したって感じやんか。1点差ね。でもなんか、あれだっけ、ジェイリン・ウィリアムズとホルムグレーンを2人並べたんだっけ。あの2人並べる時って結構あるの ?OKC って。今日は、まあ、ある意味ツインタワー。ホルムグレーンも、まあ、入れたらツインタワー。今年のルーキー、オブザイヤー、ホルムグレーンある気がします。もうワンチャンっていうか、もうホルムグレーンで確定でいいんじゃない?まだ、あと50試合以上あるけど、むしろそっちの方が今確率高いような気がするけど、ホルムグレンが8ブロック、あ、ちょっとずつ増やしてるんだ。ナゲッツ優勝難しそうかわからん。ナゲッツの試合全然見てない。あんまり優勝したチーム見る気にならないんだよな。もう去年腐るほど見たから。バックスとかもそう。バックスも優勝した次の年全然見る気起きない。特にプレーオフとかあって、その今まで以上に俺もさ、こう試合の分析みたいな視点で見るんよ。で編集もしてみたいな、相手がこういうディフェンスしたからこういう対策してみたいなのをやるから、レギュラーシーズンの試合よりもすっげー見るんよね。質って意味で、ね、すっげー質高くして見るんだけど、そうすると飽きるんよな。もうレギュラーシーズンいいやってな。だからナゲッツはマジ全く見ないな。 K が残り 0.9 秒で逆転ショット決めた。で、あとはマイアミヒートがシカゴブルーズに2点差で勝ったんだっけ。ジミー・バトラーがブザービートショット決めて。でもなんか今年あんまなくない?俺なんかジミーのあのシュート見て思ったんよ。今年さ、逆転ブザービート、逆転じゃなくてもいいんだけど、ブザービートで試合フィニッシュしたやつってなんかあんまなくない?今年、去年もなんかもっとあった気がするんだけど、久しぶりにだからおおっていう、あのおすげえっていうもっとあった気するんだよな。いや、ホルムグレンのやつもあれもオーバータイムに行っただけじゃなかったっけ。なんならこれが最初。いや、さすがにもうだってもう500試合は盛りすぎが、いや200?300?200、300はやってるんじゃない、もう試合。ああ、ね、デローザン毎日やってた時あったね。4試合連続ぐらいブザービートで同点だったり逆転したりね。ちょうどこの時期ぐらいじゃなかったっけ、ポール・ジョージ決めてたっけ。いや待って、これもしかしてジミー・バトラー今シーズン初節ある、ブザービートウィナー。375試合もうやったってこと。375試合やってやっとブザービートウィナー決めたってことね。ないよね。だからおおってなったマジでこの感じめっちゃ久しぶりやんと思って、あれなんか最近俺が忘れてるだけかなってちょっと思い出そうとしたんだけど、少なくともウルブズはまずなくて、で、あのキャムレディッシュ、キャムレディッシュ、いや違うな、キャムレディッシュも外したよなで、ドレイモンド・グリーンも外したでしょ。最後大逆転勝利できるかもっていうウィナーショットをトライしたシーンはやっぱたくさんあるけど、ことごとく入ってないよな。ニックス戦のブッカー、あ、なんだっけ、あれなんかあった気がするぞ。確かにニックス戦のデビンブッカー、あ、カリーやった、ステフィン・カリー何の試合だ、レイアップのやつ、もしかしてカリーのやつって違ったっけ。あれレイアップのやつだったら残り 0. 何秒残ってなかったっけ。全然思い出せん。サンズのビッグスリー救わなくていいのって、だってブラッドリー・ビールが4分で怪我するんだもん。もう無理よ、救おうとしたら自分から崖落ちてったんだから。ビールがこう崖でこう誰か助けてくれっつって言ってるから、俺が手差し伸べようとしたら、あ、お前ならいいや、じゃあなっつって自分で手離して真っ逆さまに落ちてったから、ゾーンって。俺今日サンズの試合めちゃめちゃ見る気満々だったのに4分でいなくなったんだけど。あ、だよね、カリーそう 0. 何秒残ってたよね。ほらだから農家、カリー農家ですよ。やっぱ 0.2 秒残ってたら、あのトレーバーブッカーショットでまた再逆転される可能性残してるから、やっぱ 0.2 秒残ってるのダメ。せめて 0.1 秒だな。 0.1 秒だったら多分どんなシュートしてもダメなんじゃなかったっけ。いやだから今年初めてなのかな。ニックス戦のディビンブッカーがね、思い出せそうで思い出せない。なんだっけ、なんかあったような気もするんだけどな。そのルールなくなったんじゃなかった。あ、そうだっけ、 0.1 秒でもタップだったらいいよみたいな感じだっけ。あ、ブッカーのも 1.7 秒残ってた。あ、ほら初めてや。じゃあ370試合やって
で、やっとブザービートウィナーがあるのか。珍しいね。今までもっと決めてたような気がするけど。あ、今日のシェイもギリギリ残ったんだ。やっぱ何が一番いいってさ、あの来た時にブーって鳴りながらさ、あとはもうみんな天を見上げるだけ、あとはもうお祈りするだけっていうさ、あの瞬間が一番良くない？で、入って相手チームがもうみんなで真顔になって無言でコートを去っていくっていう、あの瞬間がやっぱ一番好きだな。だからやっぱ 0. 何秒でも残ってる時点でちょっと冷めちゃう。だってタイムアウト取るじゃん。で、タイムアウト取ってなんか3分間ぐらいなんか無の時間あるじゃん。いや、もうそのまま浸りたいわっていう。で、しかも 0.2 秒だとさ、タップしか許されないからさ、みんなアリウープパスぶん投げてさ、シュートしようとするんだけど、もうそれしかないって分かってるから、もう何ディフェンスさ、全員ペイントエリア内固めて、で、何が一番よくあるって、無理やりぶん投げてそれをディフェンスがポンって弾いてそのまま笛が鳴るっていう終わり方。もうだったら終わっとけとその 0.2 秒もうタイマー役のやつちょっと流しとけよと。せっかくこう逆ね、オフェンスの時のブザービートもどきのねショットでうわーなってんのに、最後なんかしょうもない終わり方でてんてんてんみたいな。あ、今日のナゲッツがそれだったんだ。